じゃあなっちゃん、はい、こちらね、ご存知、はい、レンゲさんですが、レンゲさんですね、今日ちょっとまだ舐めてないで凸します。凸、実は彼8月11日に公開の野球部に花束をっていう映画に出演しております。すごい。ケンちゃん実は俳優やってるんですよ。めでたいじゃないですか。あの結構ね、公開が伸びてやっと公開なので、ちょっと撮ってします。よろしくお願いします。どうぞ入って入って。うぃー。お疲れ様です。お疲れ様です。ケンちゃん、ケンちゃん撮影帰りでさ来たんだけど、今日あれだけど、ケンちゃんあの出演なかったからごめんね。仕込み中にまだね、これあのオープン前なんだよ。オープン前です。ケンちゃんちょっとね、あの実はこの後の取材がキャンセルになってしまいましてですね。そう、残念なことに。残念なことに、まあね、次ね。そう、次、また、はい、どんまいどんまいでどうしようかなと思った時に、ああそうだと、ケンちゃんにおめでとうございますがあるじゃないかと。そう、ね、おめでとうございます、インディゴっつって。そう、3人で来ました。まずはおめでとうございます。おめでとうございます。おめでたいよね。ね、うん、ねえ、どうでも早いことはない。早ければ早いほどいい。そんなことはない。早いに越してもらって。そんなことはないな。じゃあ遅くていいんですかって話でしょ。いやいや、まあ、遅すぎちゃダメだ。そうでしょ。早いでしょ。おめでとうございます。ほんとね、ねえ、おめでとうございます。よかった。どうなの。でもいや、どうなのって何もない、何もない。どうなの。まだだって実感もないよ。実感もない。あら、もうなんか分かってんのかな、この人は俺らがなんで来てんのか。ね、ちょっと聞いてみます。来てんのかって。おめでとうございます。それは一個だろうね、この時期に。あ、珍しいじゃん。何が、え、何が。な、人の、まあ、まあ分かるけど、分かるけどさ、覚えてるの。いやいやいや、もう分かるけどさ。なんだよ、キャッチャーリーダー。キャッチャーリーダー。いやいや、だからあれだろ、俺の誕生日だろ。え、俺の誕生日だろ。来週だよ、俺の誕生日。そっちの話。そっちしかねえだろ。あー、タイミング。あら、タイミングがないだろ。まあね、それは別の意味で。それでケーキ、誕生日じゃないの、これだろ。違う違う、何なんだよ。それはむしろ逆におめでとうございます。なんで逆に。だからさっきのおめでとうございますと今のおめでとうございますは別です。今のは、今のおめでとうございますが、まあ、誕生日、誕生日。これはね、いいや、これは誕生日プレゼントにしましょう。いいや、いいや、本当のおめでとう、あ、お前本当のおめでとうございます、分かってんだぞ、どうせ。本当のおめでとうございますだよ。あるだろう、お前、待ちに待った。なんだよ、待ちに待ったお前にとってのおめでとうございますだよ。あるだろう、前置きが長いな。なんだ、実際こいつ。なんもねえよ。お前があの、坊主にされたよ。あ、映画ね。お前、映画だよ、おめでとうございます。おめでとうございます。公開ね、いよいよ公開。待ちに待った人だったよね。おめでとう。どう、さっきもね言ったんですけど、一応ねケンちゃんね、あのフラッサーに出てもらったんですけど、俳優さんもやられてるんですよ。ね、そんな番宣いいんだよ。いやいやいや、いよいよですよ。そう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 、ね、これですよ、原作が。ほら見て、原作これ、野球部に花束を。これですよね。そうです。そう。そうなんですよね。これで、ケンちゃんは何
何者として出てるんだっけ。僕は高校3年生。高校3年 生, 3年生あれ今いくつでしたっけ。高校3年生の先輩の役ですえ高校3年生の役でしょ。すごい46歳のジジイがねやるんですよ高校3年生の役を。そうこれがねいよいよですよね。ケンちゃんいよいよね。いつだっけ。あの撮ってたの撮ってたのは去年の11月で、まあちょっといろんなコロナの問題もあって、春に公開予定だったのかな。そうそう、早ければね。ね、それが8月の11日が決定されたそうです。待ち遠しいですね。決定されたそうですよそれ、それのおめでとうなの。それを言いに来たの今日は。いや別にさ、あの主演とかでもなんでもないから。別にじゃあむしろなんかそっとしておいてほしかったぐらいの高校3年生の役なんだよ俺がね。分かるよ。誰が見に行くんだよそんな。分かるよ。でもケンちゃんさ、ちょっと言わせてください。さっきね、僕あの予告編見ました。うんね、もちろん1秒もないけど3回出てたじゃないですか。僕一回ケンちゃんの映画見に行った時にね、2時間の映画ですよ始まって1分後の2秒で終わったことあるんですよあれじゃん、俺も銀幕デビューね。銀幕デビューね、銀幕デビューね、あれが2秒。だからもうね、俺嬉しくて3回で出たのがこの予告なんて30秒くらいのこの予告編に3回出てた。おお、いっぱいいるのよ俺みたいなおっさんが、うん、いっぱいいるんですよ。いっぱいいる中の一人。でもなんかあれでしょ、リーダー格なんじゃないの。これはあの違う、あの4番です。4番なんかあの校舎とかで伝えてないと。あ、それも分かった。よく分かったね。お前の前みたいな。分かった。あのセリフ、俺ねセリフあんまり言わない科目の先輩の役。あ、セリフないので、なくはないよ喋るよ。ただ役でね、役でちょっと黙ってて怖い先輩だなって思われる。なるほど役なんだ。こういう役なんですって見なきゃですね。ね、嬉しいよね、我々ね、知り合いの人がね、映画に見られるんですから。いや、まあ、あの映画はね、本当に面白いから。面白い、見ていただいた方がいい。これ漫画も面白いですよね。これ面白いっていうことで、面白いんだけどさ。そうなんかあのフラットにして見てほしいね。フラットでね、フラットの気持ちでね。そうケンちゃんが、ケンちゃんが一回出ると思って聞かれると、ちょっとそれは勘違いになっちゃう。そりゃそうです。こんな、ね、こんなのはあの場持つわけないじゃん、俺のアップなんかもう2秒です。それも監督含めスタッフみんな分かってますからでもお前が言うことじゃないだろ。ケンちゃんのメインの仕事はやっぱりグラスさんが行くのおじさんぽじです夜はやらない、そっち昼だけの気温40度の俺がメインですからねそう、じゃあもうね、最後によかったら意気込みの方をおしぼり意気込みの方、もうね、映画の意気込みの方をさ。映画はね、うん、映画はまあ、うん、なんつうんすかね、うん、まあ今なかなかこう、うん、なんつうんすか、体育会系の部活っていうものを、うんうん、運が多いんだよいいんだよ、いちいち入れなくてなかなかね、こう出すにも出せないようなところを映画として、うん、思いっきり出してるような映画なので、うん、まあ、それがちょっときついとかじゃなくてちゃんとコメディーにもなってて、うん、まあ、昔の野球部ってこんなだったなみたいなのをこう思い出してもらえるような映画です。映画です結構なね、キャストなんですよ。なんかね、すごいよね、キャストはもう男だらけね。予告編でほら、高島さんと絡んでるよ。そうそう、高島さんが監督だね、野球部の監督、うん、で、僕は高校3年生のせいでも、その2人の年齢差と言ったらそんなにそんなにね、ね、ね、ただ高島さんよりだからそうだよね年齢で言うね、これがね、どうね、出来上がってるかは見てて。いや、見たいあと、ちなみに、どこにいいね、近いところだと川崎です。おお、すごい。東宝シネマ。ダイスですよね。ダイス。うん、ダイス。あ、ダイスね。ね。ライズのことをライスって間違えたの。違う。うん。じゃあぜひね、皆さん
楽しみに。ぜひ見に行ってください。8月の11日からするんです。そのうち、あの、はい、テレビとか CM とかでも流れてくんじゃないかな。予告やったら権利のところだけバッサリ切られた事故になると思うんですけど、まあでもね、あれ1分だから多分ちゃんと流れるから。あら、でもなかなかの、予告編だったんで、すごくびっくりしました、見て。ね、よかった。じゃあ、もういいかな。おい雑いいかな、いいかなじゃない、もういいかな。皆さん、本日もフラットさんが行くご視聴ありがとうございます。いいな、面白かったなと思う方、ぜひぜひ高評価、そしてこちらのボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。おい、バカ野郎、ちゃんとチャンネル登録してんのかこの野郎。また来週も見てくれよな。